和紙を染めてグラデーション折り紙を作りましょう。和紙は板締め和紙という名前で売られているものを使っています。吸水性に優れ、濡れても破れにくい紙です。これを一辺約10センチの正方形に切ります。染料には口にしても安全な液体タイプの食用色素フードカラーを使いました。フードカラーを数滴パレットなどに出したら、たっぷりの水で薄めます。重ねた紙の周りを浸してフードカラーを薄めた液を吸わせます。液が足りなくなったらまたフードカラーを薄めて吸わせます。ぐるりと一周、これを繰り返します。染み込みが足りないときは水をたっぷり吸わせてください。吸水性がある和紙なので、広げると中までしっかり染まっています。ピンク以外にも紫やスカイブルーで染めてみました。乾かすと湿っている時より薄い色になります。独特のグラデーションを生かして朝顔などの折り紙に使ってください。